こんにちは、今回新しいカードが3枚、出てたのでそちら紹介していこうかなと思います。でまず1枚目がスットゥングル、コスト6の32のニュートラルゴールドカードで、ファンファーラ相手のアミュレット1つを消滅させると。いやこれ強すぎやろ。だってあのセラフっていうカードがあるんですけど、あれまあスタン落ちされるんですけど、多分今回、まあ、ないし、まあ、次回から、セラフの代わりとなる、まあ、カードが多分実装アミュレット形式で出ると思ってて、で、まあ、もしかするとツクヨミとアマテラスがそんな感じになるかもしれないし、まあ、それはちょっとまだ未知なんですけど、まあ、もしその代わりとなるカードが出たとした時にこのアミュレットを消滅させるっていう、オーディンの代わりとなるカードっていうのは本当に強いと思ってて、これまあオーディンの代わりになるのかな。確かオーディンもダークネスエボルブだったんで。しかもこれ何が強いかっていうと、相手の場にアミュレットがない場合プラス3プラスにすると、アミュレットも対応できるし自分のスタッツを上げて大きなスタッツで殴っていくこともできると、これ3プラス3すると単純に6-5になると、6個数6-5で進化だ8-7って強くない？まあアミュレット破壊したら3になるけど、アミュレットをなんか、まあ、間違いなくこうアミュレットでは援護射撃とか、無謀なる戦とかその辺が、まあ、出てくるに対してそれを破壊しつつ、まあ、6個3人のフォロワーも置けちゃうっていうのはすごい強いのかなと思います。特にアミュレットをこう破壊とかするって5コスト分の性能だと思ってて、それを消滅させるから実質0コスでこのストゥングルを出せみたいな、まあ、6コスぐらいのこのアミュレット消滅っていうのもスペルカードにしろあると思うんで、そう考えるともうこれもう最強を超えたカードなのかな。もうこれちょっと異常やわ。これ間違いなく次の環境で3枚詰め必須になってくるのかなと思います。次フォレストウィスパー、コスト4、シルバーエルのスペル、相手のフォロワー1体フェアリーに変身して、フェアリー1枚は自分の手が、これも強いと思ってて、 OTK エルフになんか死の舞踏とか最近入ってるけど、あーでもまあまあでも弱いか、弱いな、弱いわ、選択するからな。うん、相手の死後をなんかフェアリーに変身させてっていう気が強いと思ったけど、まあ、それだったら死の舞踏、あでも死の舞踏ナーフされたんか、スタン落ちしたんか。まあ例えば モルティカイみたいななんかカードが出てきた場合になんか破壊されないとか、なんかそういうよくわからんカードが出てきた時になんか変身させて突破するっていう、まあこれ変身できるんやったらさっきのこのストゥングルの上位互換みたいな、なんかでもこれ使うんやったらクリスタリアリリーっていうカード、まあリリーがなナーフっていうかスター落ちするからのためだと思うけど、まああんまり使われないと思うなこれは。さあ次、ウォーターオブザオルカ、コスト、2のドラゴンシルバースペル、オルカ1体を出すと、でエンハンス4、6、8、10でそれぞれ1体ずつ大きくなっていくと、エンハンス10でやるとオルカを10、5体出すんですけど、これもあんまり強くないな。でもエンハンスやから、まあ、それぞれなんか使い勝手がすごいいいし、2コストでこれ多くもできるし、4コストで1枚のカードオルカ2枚出せたりするし、まあウィッチのゴーレムの20連星やったっけ、あれの4コストだけでも上位互換になるし、なんかレジェンドカードのオルカとかをなんか育てるカードが出てこれば、オルガっていうカードがまあスタンダークネスエボルブもあったんやけど、結構ダークネスエボルブをなんかうん、これオーディン、これは、クリスタリリーで、これはオルガみたいな感じで、ちょっとダークネスエボルブを結構着眼点当ててなんか新しいカード出てるイメージは今回なんか受けました。